はい、今日はね、加古川市のエス様邸の方にね、機密測定の方に、やってきました。で、機密測定のね、こうマシーン取り付けして、あとはね、まあ、ああいう穴んこ開いてるところをね、塞いでいったというところです。で、玄関の下もね、当然、今のところタイルも貼れてないので、テープで蓋してという形しております。で、壁の方はね、まあ、こうやって1階も2階もタイベックスマートの機密可変バリア貼って、妻面とかね、こういうところ屋根面もシート貼ってテープ貼ってというところで、塞げるところをね、塞いでいっております。はい、これでね、測定し終わった結果を、まあ、面積等ね、打ち込んで5回、チェックの方をしまして、で、相当隙間面積 C 値というのをね、機械で出すので、まあ、それの結果が 0.54 というような形で、まあ、1回目ね、出てきましたんで、まあ、あともうちょっとね、ファン回して、空気の漏れてるところを探して、そこをまた機密テープでね、潰していって、これよりも数値がね、まだ下がってくるっていうようなところになると思います。はい、こんな形でね、機密の測定もやっております。